はい、こんばんは。島津のアビオティックファクターになります。本日もやっていきたいと思います。前回はですね、新たにエリアを開拓して、そうだね、水源と、あと、My glucose levels are dire. 水源とね、様々な設備をね、設けることができました。なので、おかげさまで、ちょっと活動がしやすくなってるんですけど、メインのね、まだパワーセルの情報がね、聞き出せてません。はい。なので、引き続き、ちょっとパワーセルについても、なんか探っていければいいかなと思ってます。それじゃあね、まずはですね、ジムだね。ジムの拠点化を行いましょう。とりあえずここぴょんぴょん越えて、あ、ここにもヘッドギアあったんだ。そう。ここをね、ちょっと拠点化します。ここでいいかな。で、組み立てて。OK。で、あとはこう、ピッとつないで。OK。これで、作れるんですけど、何を作りたいかっていうと、今回、調理設備をね、作りたいです。プールという巨大な水源を前回見つけたんですけど、汚水っていうことなんで、どうにかしてね、正常な水に変えないといけません。ってなってくると、やっぱ一番最初に思い浮かぶのは煮沸なんで、ちょっと、煮沸させていきたいんですけど。あった、携帯型コンロ。これを、うまく作れればいいんだけどね。ホースかな？ホース、パイプか。パイプ。で、何ですかね？あと一つ。これ、カイロ？失敗。じゃあ、回路じゃないんだったら、コントローラー？コントローラーと、プラスチック。違う。キーボードなんだ 携帯型コンロ、キーボード使うんだ。落ちちゃった。ここの電源も落ちるみたいね。ああ、学んだ。キーボードはね、確かここにあったはず。ほら。取ってないんですよ。キーボードはゲットした。明かり欲しいな。寝ようか。あ、目覚めちゃった。何時だ？ 5 時。もうちょいで、もう少しでおそらく動き出すと思う。明かりがついた。バインダー？バインダーってあった。コンロを作るためにはプラスチックある。鉄パイプだよな、ほんと問題は。これもちょっと持って帰ろっか。雑誌、間に合わせのレッグラップ。レッグラップ、ちょっともう腹を満たそう。危ない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 。おお、セーフ。お、調理レベルが上がった。料理スキルが上がったら何が起きる？ちょっと待ってね。料理、料理、料理。5レベルごとに料理の腕が上がり、新しいレシピが獲得できるんだって。お菓子を作ったり、スープを作ったりすることができるって。それで経験値がもらえるんだって。スープ職人だって。まだちょっとね、焼き物しかやってないから。そうだね。焼き物しか今作れませんね。じゃあもう食べようか。オッケー、腹満たしたね。どうだ、エイムは。変わんねえ 変わんないわ。みんなエイム。残念なことに。じゃあ、ホイールとプラスチックだね。オッケー。これで、そうだね。携帯型コンロは作れる。で、調理鍋は？ホッチキスと、金属ゴミか。ある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 。あ、でも、待って。さっきね、普通の鍋見つけたんだよね。それで、ちょっと確認しようか。普通の鍋見つけたんですよ、そういえば。これで煮沸がうまくいくようだったら、もう、水問題は安心だと思います。プールまで行けば。Insufficiency of food. どうした？バグったぞ。バグったぞ。大丈夫か？コンロ。作って、鍋はいいのか。コンロ作りました。
コンロをセットします。電気で動けばいいけどね。なんか特殊なガスが必要とかなったらちょっと困んだけど。あ、いけるいけるいける。そうか。つまり、これが必要。また取り行かないといけないな。いや、いや、いや、待って待って待って、梱包して。上でやろっか。上に確かほら、あるんですよ。うん。まあまあまあ、ここにちょっと設置しといて、で、ピッてやって、ピッとつないで、これで、鍋があれば、置ける?置けるね。OKOKOK。置くことができた。あ、で、中身確認することができる。で、これで、お水取ってきます。待ってね。はい、お水回収。どうかな?煮沸できるかね?来た来た来た。ウォーターボトルをスープ鍋に加える。あ、しまった。待って。もう、下手くそ。ちょ、ごめんね。時間ちょうだい。OK。F をスープ鍋に加える。ここだね。F。ん?ウォーターボトルをスープ鍋に加えるって書いてあるんだけど。できないね。あー、できないのか。煮沸無理?電源が入ってない?もしかして。いや。熱は来てる。ほら。赤くなってる。赤くなってんだけど。いやー、ダメだ。ごめん。料理はできそうなんだけど。煮沸はできんかった。残念なことに。はい。どうにか煮沸で、蒸留できない、飲める水にできないかって試してみたんですけど、失敗でした。できません。残念。もうしゃあない。やむなし。じゃあ、まあ、普通に、また探索していこうか。当てられっか。いや、無事これ。マジ無事ぞ、当てんの。次、どこ探るかね。あー、次探る場所はあるわ。一応。うん。あ、自販機使える?来た、来た、来た。ファーム。めっちゃ腹膨れる。オッケーオッケー。じゃあ、テイ!うん、この距離なら当てられる。回収は?あー、弓回収できんかった。残念。ワンパンですね。さすがに。うん。こっちだね。そう。こっちが気になったんだけど、危な。だった。あれだった、みんな。壊れてたんだった。うん。もう、ほら、これが、プラスチックシールド壊れてたんだった。ダクトテープで修理する。あ、ダクトテープ使えば修理できんだ。あ、なるほどね。それ早く知りたかったね。まあ、ただ、ほぼほぼ回復しないね。うん。じゃあ、パイプもいける？これも、ダクトで。あ、いけるいける。いけるダクトで。あ、やった。新しい発見。ちょっと、こいつを倒す。2体、3体湧いてる。これ、あっち行くべきだよね。なんかあるよ、絶対。バカ。来て。待て。やばい。水の中入ってくれっか、こいつ。水の中来れんのか。あ、いや。死ぬ。痛い。下で。上、危ない。ひな。
包帯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 。I can feel my blood sugar falling. まだか、重症だって。まずいた。いくよ。てい。オッケーオッケーオッケー。入った入った。いける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 。いける。この距離なら。てい。よしよしよし。三発でいけんじゃねえか。射撃レベル上げて。初期から警備員だったらよかったね。絶対射撃レベルは高かった。待って、いけない。三発当てたけど いかないわ。体力強い。うん、高いね。これでもいかないか。あと、まずいな。へい。これでいった。すげえ、ひっくり返った。OK。みんな、どうにか、どうにか駆逐した。これは、ちょっと待って。あ、やった。やっぱね、一定確率でね、ボルトは回収できるよ。うん。あと、水辺に入ってるやつ、解体できない。うん。しまったな。結構。肉質としてはいいやつだったんだけど。こいつ変わるか。危ない。OK。危ない。落ちた。泳げる？あ、ダメだ。こいつも回収できない。まあ、でも、リロードレベルが上がりましたね。あと、一定の量で回収できるっていうのも分かったのもでかい。そいつを、うん、来い来い来い。超うまく。あ、やばい、外した。OK、入った。いいぞ。OK、入った。しまった、まだ水の中に入ってしまった。上がれ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 上がんないと。お？あ、またあいつも行った。え、溺れ死んだってこと？これ溺れ死ぬパターンがあるっぽいぞ。で、くそ、また肉を回収できんかった。こっち行こう。いたいた。やばい、今の音で酔ってこないかね。大丈夫か。ここは？ここはな、何場だ？おお、そこそこいた。いた。オッケーオッケー。NC オイル、ホース、試験管だって。オッケー、なんかの貯蔵庫に来ました。土、土の袋？土の袋。あ、やった。パイプ来た。これ結構貴重なんだよね。ありがてえ。いや、できないか。あ、できたできたできた。うん。壊れた刃物でも解体はできる。塩酸だって。なんか、思いつく？いや、思いつかないか。何も。ちょっとこっち開けとこうか。こっち確か、あ、違う。ここ、一回来たんだけど、ビビって下がったところだ。うん。トマトの種だってよ。お！酪農ができる？酪農じゃなかった。園芸ができるっぽい。あ、土の袋って、あ、土の袋か。土の袋って園芸をするためのもんだ。みんな。え、自給自足できる、できるぞ。うん。刺す！当たった！バレた。いいぞ。いいぞ。OK。パス !OK。やばい。危ない危ない危ない。バチバチ。おう、おい。よし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 。いいぞ。やばい。頑張れ。
回復。やばい、まだ落ちた。これは良くない。これは良くないな。やるか。痛い。登ってこい。だな、これ溺れるパターンだな、また。どうにかどうにか這い上がろうとしてるけど。溺れちゃうか。いいや、こいつ多分上がってこないと仮定して、行こうか。先を行こう。多分 あいつ上がってこれない。うん。よし。調べ放題ではあるんだけど。ダメだね、開けることができないね。まあ、捕獲して、オッケー、踏んで、はい、はい、オッケー、集める。これ集めるっていうのは何なのかね。いや、もう、オッケー、エンド豆も食べよう。缶詰。これで枠開けて、これ回収しようか。なんか重要そうだよね、カーバンクル。うん。気合いないね、大丈夫。くそ。ダメだ。そこにも、あ、聞いた。一応不面だ。この状態でも。OK、生ゲット。さあ、結構あれだよ。結構今、放射能、たくさん持ってる状態になってるけど、危ない、危ない、危ない。感電する。壊れてんね。ほう。ほう。あ、知らないね。知らないエリア来た。知らないエリアに来ました。今、テレビ切っといて。あ、エネルギーがあればいけるわ。で、自分どこ今。ここ。例のレベル3って書かれてる近くだけど。ルート的にこっちで合ってんのかね。あ、レベル3って書いてる。こっちから行けんのかもね。ただ、キューブリックが必要だから、作ってこないといけない。うわ、放射線ズキズキって書いてる。放射線を浴びてしまい、少し吐き気がしています。持ってるもんから来てるかね。結構今放射線発してるもん多いんですよ。ちょっとキューブを作ってこないといけんくなったから、一旦戻りましょう。あと、放射線の治療もしたい。こっちはどこに繋がってる？おお、ここに来た。ああ、この先か。オッケーオッケー。理解した、理解した。とりあえず冷蔵庫に生もんは、幾分か入れといて、まあ、今ここにあるもんは全部こっちに移したから、放射線が出てるやつは多分ね、吐き気は消えてんじゃないかなって思いますね。どうだ、これで消えてないんだったら、あ、消えてないわ。みんなだから今まで蓄積されてきた放射線が今健康上に出てる。そっか、火を通してもやっぱ放射線はどうにもなんなかったね。食べれるもの、火を通せばね、食べれるものにはなるけど、放射線はしっかり蓄積するよっていう。はい。いや、もう仕方ないよ。仕方ねえんだよ。あ、これだ、これだ。エネルギーブリック。オッケー。これで、あそこ通過できますね。あ、ボルトもパンパンか。完全な不潔状態です。より簡単に病気になってしまう可能性があります。そういうことか。今、エプロンがないから、エプロンがないから、体液を浴びて 不潔な状態に、不潔な状態になっちゃうんだ。あー、やばい。今、大変なことになってるみたい。で、修理。来た。これで開くんだよね。さあ、新たなエリアに、ようやく来ましたよ。おおおお、おるやん。
スパス。あ、オッケー、入った入った。急げ。いいよ。ここから。はい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 。もう結構ダメージ入ってるからね。うん。よし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 。溜めてる間って無防備っぽいね。どうやら殴るのはありだわ。はい。あ、ここに来た、みんな。ここに来た。生きてる？あの人。あ、生きてたね。オッケーオッケー、ショートカットできるようになりましたね。じゃあ、この先だ。この先におそらく、あるんじゃないでしょうかね。暗。え、これまずくね。明るかったよかった。あ、なんだあれ？あれなんだ？あれがゲートか。うん。モンスターたちを連れてきたエリア。開かない。で、奥で、人が、人か？人らしきものがなくなってるけど。なんか触手っぽいのが出てる。あ、こいつと戦った。あ、こいつなんか飛ばしてくるタイプっぽいね。エクサーって書いてる。死んでる。あ、ターミナル来た。メールは？A2 のサンプルは2週間前からあるでしょう、進展は。まあ、放射能についての、そうだね、ことが書かれてる。ある実験でね。これだよね、要素タブレット。うん。これを飲めば、放射線の抵抗が、つくんですよね。なんか書いてる。いや、なんか、向こう側が見えるよ。変な向こう側が。こっちはまた先でしょ。あとあとっぽいね。え、どこなんだよ。パワーセル。違うっぽいね。わ、こっちで当たりかなって思ってニヤニヤしてたんだけど。待ってね、他行けるとこ。あ、エレベーターが使える。え、ダメなのか。ここは？あ、あ、生き残りいた、みんな。誰君？ギャズ。I thought they were coming to help, but they weren't gatekeepers. They started shooting. I wasn't trained for this. I'm just a receptionist. 受付係だって。I heard the radio something about level 3. I'd stay away if I were you. レベル3について何か言ってた。Hide somewhere. But not here, alright? Close the door! I heard the radio something about level 3. I'd stay away if I were you. これ以上何も言ってくれない。知ってる人いねえぞ知ってる人。マンズ博士、そういえばこれ見てなかったね。We now believe IS-171 or the carbuncle as Peters was calling it is the larval form of IS-173 and almost certainly 178. Dr. Pendleton speculates there may also be a fourth state we have not yet encountered.I believe she may be correct. If this is correct, it is an extraordinary shift in our understanding. こいつらは未だに進化していて、第4形態もあり得るって思ってるみたいですね。第1形態があの触手を飛ばしてくるタイプで、これが第2形態で、あれが第3形態で、第4形態はさっきそうだね、異次元のゲートがあった近くで死んでたあいつなんじゃないですか。うん、自分はそう見てます。あ、ここはどうだ。メール、事務用品クロスボウって書いてる。いや、もう作ったよこれここで作れたんだ。うん、ここでレシピを知ることができたんだね。ひどいロボット。セキュリティボットね、やばいよね、こいつ。うん。データ、あ、来た来た来た！金床は？みんな金床の話来た？うちの作業場の金床。
に何が起きたんだ。道具の修理に必要だったのになくなってる。悪いな。それは俺たちのせいだ。サイロの近くのレベル3のある物資倉庫を見てくれ。そこで大きな修理作業をやってて、頑丈な作業台が必要になったんだ。だから騒音への苦情が入ってきたのか。今度必要になった時、事前に、知らせるように。来た来た、金床について。OK。重金属。どうやらレベル3の補給室に金床があるらしい。あ、こっち行ってない。まだ。まだこっち行ってない、みんな。うん。いいよ。はい。始めた、始めた。あ、閉じ込められる？一応、一時的な閉じ込めはできる。はい。OK、入った。いた。そうだ、まだここ行ってない。わあ、トラップあるっつって引き返したんだった。これ解除できないのかね？無理か。解除っていうか、なんか漏れ出してんのか、熱線かなんかが。無理。レベル3。いて。よいしょ。あ、ここに来た？あ、ここに来んのか。いや、もう全部回ったよね。マジでわかんない。どうすればいいんだ。はい。ということで、本日はね、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回ね、こちらの文房具、ボウガンね、使ってみたんですけど、ま、うまくね、距離を稼ぎながらね、当てることができれば、かなり強力な武器だっていうことがわかりましたね。ガードしながらね、苦戦していた、まあ、第三形態って呼ばせてもらいますけど、あの例の第三形態もね、だいたい3発から5発ぐらい与えればね、倒すことができるんで、文房具でね、作った割にはね、うん、かなりの威力を誇ってるっていうことが分かりました。ただ欠点としては、これスキルがないからだと思うんですけど、すげえブレます。だからなるべく近接で狙うしかないね。うん。そして、もうこの施設、あらかたね、探ったんですけど、パワーセルについてのね、ヒントっていうのがちょっと見当たりませんでした。なので、次回はね、ゲート通ってみようと思います。あのゲートの先にもしかしたら、誰か知ってる人がいるのかもしれない。果たして、あの先にはね、何が待ってるんでしょうか、非常に楽しみです。それじゃあまた次回お会いしましょう。島津のアビオティックファクターになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。